よし、続いていきます。第88話、巡らされた糸。大変です。居住区域にテレポーションアンカーが落下、アラネアが転送されているようです。直ちに現地に向かってください。あれ、アラネアも行けるんか。まあ何でもありっちゃありか。あ、今回のすーてか普通にすーも来たんやったね。こうか、どうね、テレポーションアンカーがすーの扱いかと思ってたら、ガチでちゃんとすーも作ってくるしね。まあそう、スーとかテレポーションアーカーはもうドラグンランスですごく楽に壊せるので、で出てきたアラネアはガイストでやれるかな。やっぱ強いもんね、ガイスト3。いきましょう。さっさとアンカーぶっ壊してガイストぶっ放したら勝ちじゃない。アンカーとガイストじゃない、アンカーとアラネアの組み合わせか。なんでも試してくるもんやね。で、ああ、しょぼい方あるね。あ、で、弱い方の雲もいてると、しっかり守ってあるね。うまいこと作るね。横から侵入して、うわ、なんかすごい。ダイバーでいきなり作られてんのか。なめんなよ。アンカーから出現したアラネアがネットで守りを固めているのか。アンカーから出現した。テレポーションアンカー破壊。これワンパじゃなかったっけ。やべえ、やべえ、ちょっとった。アンカー、ちょっとった、ちょっとった。このエリアは生存者がまだ大勢いるはずです。アラネアの駆除を優先してください。一旦ガイストぶちまくか。分かっている。だが生存者、ね、我々の戦力は乏しい。いやもう勝つし、勝つのが優先の方がいいんじゃない。もうこんなところに何でも出し、あーやべー、やべー、危ない。どうする。最初に味方を追ったよね。あ、まだ来とるか。人の住んでいる区画を狙ってアンカーを落としています。いやもう完全に更新来とるってこと。私たちを見ているんです。どこかで、うん、お前スパイちゃうんか。あの言い方でも、あれ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 、回復欲しいな。あ、チャンス。これ2つ倒せばもう、あとガイスト巻くだけやしね。ただ2発いるのかな。あと1機。あ、やばいやばいやばい、もう、あ、くそ。いや、やっぱガイストすごいわ。え、まっすぐこうやってるだけでもう、終わっていくんですけど。これ始まったかもな。危ない危ない、こういうこういうのが一番危ない。死体側、うん、赤い点ある方向を向けて撃っとるだけでもう、もうめっちゃ綺麗だったもん。雲の糸はあるけど、え、このままトーマいけるんじゃない。湧いてますけども、やべ、切れた。テレポーションアンカー破壊。やべ、切れた、切れた、切れた。アンカー撃破。ああ。で、近いのはしっかり当たるし。わい、アラネアさんいてます。ああ、クソ、捕まった。クソ。おった。あ、ガイスト、ああ、ガイスト。ガイストが助けてくれた。ああ。あ、で、切れた。飛んでたらあれやけど、こういう市街地戦で、ゆっくりこうやって歩きながら撃てるマップはめちゃくちゃ強いかもな。やべ、これ戻れんくなるぞ。どうしよう。すげえ強い。もう通しかないよね。え、これ買ったら終わりか。だいぶ、だいぶいっとるけど、ガイスト。テレポーションアンカーを排除。あ、てか湧いてない。あ、湧いた湧いた湧いた。アンカー破壊成功で、2、3匹湧いたやつ倒せばクリア。ちょっと回収いっていいですか。政府は失業者対策をさらに強化することを発表しました。 EDF 新規入隊者の一時金は5万ドルに増加。5万、さらに入隊1年後に一時金50万ドルが支給。50万ドル、撃破したぞ。え、すごいよ。いやもうそんだけあれか、無理か。